We're gonna just keep going. We're gonna just keep going. That's a speedy boy. Hey, Date. Kiryu. Yeah, let's go. What, Kiryu? Okay. By the way, Date, if we get into a random encounter, can you... Okay, well, here we go. Can you fight? Yeah, he can. Alright, cool. Did I have to do that? No, but you know, I had to. Look at this twat. Look at that twat walk. Sir. Could you not? Imagine I've got to fix my weapon. Thank you for the money. Alright, cool, let's go see Ministry of Defense Diet Boy Yoshida. No, fuck you. Just be like, nah, actually. Change my mind.思っていたより若いな。そっちは？景品新聞社の伊達だ。鈴木と東条会の癒着を追っていた。ふん。あの有名な元刑事の分野か。Why did he turn reporter？お前らも一杯やるか？いや。
前、沖縄の例のリゾート予定地で養護施設をやってるんだってな。ああ。それが原因で道島大吾も土地買収の話を断ったそうじゃないか。何が言いたい？お前とこの民谷隆三、互いに利害が一致してるってことだ。どういうことだ？お前はあのリゾート開発が止まればいいと思っている。ああ、Indeed. That's the point, yeah. 俺もあのリゾート開発が止まればいいと思っている。なんだと？ But that would end your bill. あのリゾートがなければ、あんたは基地拡大法案を通せないんじゃないのか。そうだな。だが、Do you... それはもういいんだ。もういい。Do you want it to fail? なぜ？簡単だ。あの法案、俺は初めから通す気がなかったからだ。Wait, what? 聞かせてくれ。沖縄の基地拡大とリゾート開発、そのすべてについて。うん。俺もお前たちに頼みたいことがある。Okay. 何を聞きたいんだ？ Everything. Are we doing choices again? Why are we doing this? Just give me a cutscene of everything. あんたの沖縄米軍基地拡大の本当の狙いってのは何なんだ？うん。俺の本当の狙い。それは世界で暗躍する組織の正体を暴き、その組織を潰すことだ。Okay. 利権絡みのマフィアか何かか。そんな簡単なもんじゃない。俺が追いかけているのは、通称ブラックマンデーと呼ばれている組織だ。ブラックマンデー？それって、あの伝説の武器密輸組織のことじゃないのか？さすがは分野だ。よく知ってるな。1987年、あの世界大恐慌の引き金になったニューヨーク株式市場の株価大暴落を裏で操っていたとさえ言われる武器商人アンドレ・リチャードソンを中心とした武器密輸集団、通称ブラックマンデー。俺はその正体を知るためにあの沖縄米軍基地拡大を仕掛けた。ブラックマンデーの正体を知るためだと？どういうことだ？知っての通り、基地拡大の最大の目的は日米で共同開発する BMD の配備だ。その開発の裏では超単位の金が動いている。設計図だけでもとてつもない価値を秘めているんだ。とてつもない価値？日本の最先端の技術とアメリカの兵器開発のノウハウの結晶、沖縄の基地拡大法案による新 BMD 配備は他のどの国が逆立ちしても売ることができない最強の防衛兵器の誕生を意味する。実現すれば中東を含めたアジア一帯の国々は今後十数年日本に手出しすることはできない。そんなものが沖縄に？日米共同開発の BMD は世界の防衛バランスを変えるほどの代物なんだと、一応世界的にはそういうことになっている。一応だと？ああ、そうだ。そういった風評があることが重要だったんだ。どういうことだ？世界最新の兵器開発、それを欲しがる奴らが動き出すってことだ。まさかその欲しがってる奴ってのがブラックマンデー？その通り。世界中に武器を売りつける武器密輸組織ってのは常に最先端の技術を欲している。もしその技術が日米以外の国に流れたら世界の防衛バランスを崩壊させるほどの技術。奴らが指をくわえたまま見ているはずがない。新 BMD はブラックマンデーをおびき出すための餌ってことか？
沖縄の基地拡大法案はあくまでそのブラックマンデってやつを誘い出すためのダミー。 This is insane. とはいえ、俺は本気で法案を通す形が必要だった。そのために俺は鈴木にリゾートの話を提案し、奴に利権を一手に渡すと持ちかけ、基地拡大法案とセットの形で進めてきた。つまり俺以外全ての国民を騙す必要があったんだ。そのくらいのことをしなければならなかったんだよ。だがあんたはもう法案を通す気がないと言ったな。それはつまり。ああ、ようやくブラックマンデーの尻尾をつかむことができたというわけだ。 And what, you need me to wipe him out? じゃあ、あんたの目的は花から鈴木との総裁選にはなかったってことか？そんなものは小っ端の政治家気取りが欲しがるもんだ。俺には全く興味がない。ふん。だが、アメリカも関わるほどの大掛かりな作戦、あんた一人で実行できるもんじゃねえだろ。その通りだ。それについても話しておかなければならんな。 Why? Just make it one big cutscene. Why are you gonna do it like this? This is weird. This is weird. I guess it's to give you breaks so you can process what you're saying?最後を撃った犯人を知らないか？それは俺にも分からん。そうか。あの風間に似てるって男のことか。素性も目的もさっぱりだからな。ああ。待て、風間だと。Black Monday。そいつが堂島大吾を撃ったのか？何か知っているのか？俺の知っている風間とお前らの知ってるその男が同一人物ならの話だが、教えてくれ。あんたの知っている風間ってのは一体誰なんだ？風間ジョージ。お前のいた東条会の元幹部、風間組組長風間慎太郎の実の弟だ。おやっさんに弟が？Okay. 知らなかった。Is that question solved? はあ。そうか。やはり風間は肉親の話をしてなかったのか。やはり？ああ。両親を早くに失った風間にとって弟、ジョージは血を分けたただ一人の兄弟。何者にも代え難い存在だったからな。ん？風間にとって弟ってのがそんなに大切なんだったら、桐生には話していそうなもんだがな。仲がいいだの悪いだのは関係ない。そういった普通の兄弟関係でいられるような間柄じゃなかったんだ、あの兄弟は。どういうことだ？ Why? あの二人は決して交わることのない道に進んだからな。 Was he a cop? まさか風間の弟の職業って警察だ。Yep, okay, damn. 警察庁長官官房国際部国際課、今の外事課の刑事だった。それってエリート中のエリートじゃないか。エリートか。まあ元警察官のお前からしちゃそうかもしれんな。だが不思議なものだ、同じ釜の飯を食い日本という国の未来を共に案じた人間が、片やこうして議事堂の真ん中で昼間から酒をかくらい、片やアメリカのために必死に動いてるんだからな。何言ってんだ、あんたもしかして？ジョージと俺は警察庁の同期。 OK。 唯一無二の親友だ。何？あんたと風間の弟は？今回の沖縄に絡んだ一連の事件も全ては俺とジョージで仕組んだことだったんだ。What? 仕
組んだだと？一体どういうことだ？俺が計画の絵を描き、ジョージは組織を使ってそれを実行した。じゃあ親父さんの弟が大吾を撃ったというのも計画のためだったというのか？おそらくは。風間の弟の組織ってのは何なんだ？今も警察の下で動いてるのか？違う。あいつはもう日本の警察の人間じゃない。じゃあ今は何を？ Is he working for Black Monday? あいつはアメリカの CIA。 Ah, okay. アメリカ中央情報局の極東担当の諜報員だ。 Okay. But again though, 他に聞きたいことはあるか？ Again though, this means that you kind of created a situation where he shot both Daigo and the old dude. About this favor. あんたの頼みたいことってのは何なんだ？二人の男を救ってやってほしい。誰なんだ、okay. そいつらは？一人は俺の秘書だった男、トーマ。あ、okay. 秘書だったって、なんで過去形なんだ？トーマは2週間前、勝手に俺の秘書を辞めたよ。どうしてだ？トーマは俺の基地拡大法案の裏にある本当の狙いを知ってしまった。だから、リゾート開発計画を動かせる男にすり寄った。それは誰だ？極道だよ。何？搭乗会直系、白鵬会会長、峰義高だ。Look at me dab on this shit. おい、それどういうことなんだ？こうなった以上、トーマから峰に秘密が漏れる危険が高い。その前に、あいつはトーマの口を封じようと動くはずだ。あいつ？それがあんたの言うもう一人の男か？そうだ。そうならないようあんたに止めてほしいんだ。ジョージ？その男とは？風間ジョージだ。Yep, okay. Okay. Dope. 他に聞きたいことはあるか？I have many. I have many. Kazama の親さんの実の弟。その男がCIA の諜報員として日本で活動していると。例の武器密輸組織、 CIA はあれを追いかけている。俺はジョージと協力してブラックマンデーの尻尾を掴んで潰そうとしているんだ。じゃあ風間の弟は日本の警察を辞め CIA に入り、今はアメリカのために活動していると？ああ。だがそんな奴がどうして次々と謎の発砲を繰り返すようなことしたんだ？やはり、大吾や中原といった人間を撃ったのは、おやっさんの弟なのか？わからん。だがその可能性が高い。なぜそんなことを？今回の一件、CIA の諜報員への命令は、1、沖縄をめぐる基地拡大法案に絡んだブラックマンデーの動向を探ること。2、そのために障害となる対象はそのことごとくを排除すること。排除だ？その任務のために土地買収を断った人間を撃ったと？ああ。だが CIA の諜報員はジョージだけじゃない。すでにお前も何度か命を狙われているはずだ。The men in the black suits? まさか、あの黒スーツの男たち。そう、
お前を襲った外国人は皆 CIA が手を回した諜報員だ。お前は沖縄のリゾート開発を中止させようと動いていたからな。それじゃもしかして柏木を撃ったのも CIA だ。 What? おやすさんの弟は What's the CIA? どうしてどうして日本人なの The CIA そこまでして Killed 柏木。ジョージにとって CIA は己の生きてきた人生の全てだ。全てお前らに話してもわかるまいが、今から30年前、日本という保守的な国家で警察官の肉親に極道関係者がいるとなれば、それだけで迫害を受ける時代だった。ジョージは実の兄が極道、しかも東条会という大組織の顔役であることが原因で、自分の正義を貫くことすらできず警察を去った。Oh, he didn't leave willingly. そんなジョージに手を差し伸べたのがアメリカという国だった。能力があれば国籍や人種を問わない自由の国で、ジョージは新たな人生を。Understandable, quite frankly. だから CIA のためならばどんなことでもやると。Again, understandable, quite frankly. 他に聞きたいことはあるか? Mine.トーマが基地拡大法案を通過させるためにリゾート開発の土地買収を頼んだ先があのミネだというのか。そうだ。その話はおかしいな。死んだ柏木の話によればリゾート開発の土地買収を進めていたのは鈴木と風間、それに風間とつながってる東条会の組織ってことになるはずだ。うん、だが事実はそうではない。そもそも2年前の玉城組の土地買収騒動以来、リゾート開発の土地買収は行われていなかった。なんだと？じゃあなんで風間は中原を撃ってまで土地の権利書を奪ったんだ？基地拡大法案を進めるためだ。リゾート予定地の買収が進まなければ同時に基地拡大法案も止まってしまう。そうなればブラックマンデーの尻尾がつかめない。だから強引な手段で土地の権利書を中原という男から奪い、土地の買収を推し進めようとしたんだ。東条会を使ってか。ああ、 CIA は堂島大吾を動かすためネックとなっていた朝顔がある土地の権利書を奪い、土地買収の協力を持ちかけた。だが大吾は土地の買収を断った。だから撃たれたのか。そういうことだ。そしてトーマはミネにリゾートの土地買収の話を持ちかけた。トーマはリゾートの利権、その全てをミネに渡すという条件で協力するよう求めたんだろう。利権の全てを渡すだと？そんなことしてトーマに何のメリットがあるんだ？トーマという名前から奴が沖縄の人間だということは。 Indeed, he made a point of that.ああ、1年前直接本人から聞いた。今から3年前、トーマは沖縄の発展を夢見て政治の世界へと足を踏み入れた。そこでトーマは沖縄の米軍基地拡大とリゾート計画のことを知り、沖縄のためになるならと喜んで働いた。あいつは沖縄を豊かにしたいと話していた。トーマの目的は最初から沖縄の発展しかない。あいつは1年前にリゾートの土地買収とヤクザがつながっていることが発覚しそうになった時にも、基地拡大まで共倒れにならないよう俺を東条会の堂島に引き合わせ丸く収めさせた。だがあいつは初めから基地拡大のことはどうでもよくて、
リゾート開発計画のことしか頭になかったんだ。じゃあ、トーマは道島大吾とあんたを引き合わせた時に登場会の連中、ミネとも知り合ったというのか。だが奴は一年経って法案がフェイクであることを知ってしまった。だから強行に土地買収を進められる力を求めて白崩壊にするよ。 I mean that does make perfect sense。 トーマとミネは互いの利害が一致して手を組んだんだ。 Yeah。 なるほどな。 Yeah, that, makes, that does make perfect sense。 あれだけ6代目に忠実だったミネが登場会を裏切ろうとしていたとはな。ミネという男はよくわからん。今回の一連の騒動で登場会の事実上のトップはあの男のはずだ。 That is true。 黙っていればより上のポストが約束されているのに何を考えているのか。 What are you set to do with Majima and also Kiryu?沖縄のリゾート計画を続行するトーマとミネ、それに CIA とあんたの目的、ようやく絵を描いたやつが見えてきたな。ジョージを止めてくれ。止める？ CIA の任務を止めろというのか。 Yeah, fuck the Americans。 そうだ、トーマを守ってやってほしい。どうして CIA はトーマを殺す必要があるんだ。奴は知りすぎたんだ。この法案の裏に CIA が関与していることも、そして法案がフェイクだということもな。じゃあ CIA はそのことを封印するために。ああ、俺はトーマを殺したくはない。できればあの二人を助けてやりたいんだ。でもトーマはあんたの計画を邪魔した男だろ。どうして今になってかばうようなこと。Because he's not a monster。 強い信念を持った人間はいずれ大きな志を抱く、そしてそれを実現する。俺の恩師が教えてくれたことだ。トーマは純粋でまっすぐだ。あれはいずれ良い政治家になる。でもそれだけで。それだけじゃねえんだよ、伊達さん。ん？このおっさん、食えない奴だが自分の部下を見殺しにできない古いタイプの人間のようだ。そうなんだろ？わかった。今トーマを止めれば土地買収。I'm expecting a gunshot to go off right now。おやすさんの弟には返さなきゃならない借りもあるからな。やってくれるか？あんたのためじゃない。俺はただ朝顔を失いたくないだけだ。いいだろう。じゃあ。お前がトーマをジョージから守ってくれたら、沖縄のリゾート開発は俺の手で完全に止める。約束しよう。トーマは今どこに？沖縄だ。地元の県議会の議員との会合に向かってるはずだ。日本の極道にもまだこんな男がいたとはな。Now, Kiryu is one of a kind. ここ oh dear. CIA? CIA? Suzuki の SP だ。何？すでにトーマが手を回していたようだ。どうする、Kiryu？ 行くしかないんだろうな。そうなんだろう？ああ、そうだ。行くしかない。あの SP とやら。どこまでやっていいんだ。あの SP はあくまで鈴木の私兵、好きに暴れて構わん。暴れた責任は取ってやる。一つ聞きたいんだが。なんだ。
あんた興味ないって言っていたが、政治家ってのはみな総理大臣になりたいもんなんじゃないのか。じゃあ逆に聞くが、組長ってのはなりたいと言ってなるものなのか。トップとは何かをなし、それを積み重ねてきた人間がいつの間にか勝手になってるものだろう。違うか。確かにな。よし、行くか。ああ。Okay, we got to fight like 100 dudes outside of Parliament. All right, it's not going to be a problem. これ、すげえ数だぜ。だってさ、ここは俺が何とかする。あんたは裏口から出て行ってくれ。なんだと？あんたは記者だ。名刺を見せれば裏から出られるはずだ。だがそれじゃ、もし俺が捕まったら、真島の兄さんにあんたから今聞いたことを伝えてくれ。頼んだぞ。I love how sure he is he can do it himself. These guys have shields! The balls! Alright. I like how the wall moves, so you get like more freedom in your movement. Oh, it's shit! Oh, okay. Alright, I thought it was just automatic, but no. Alright. Yeah, no, my X button is fucked. Alright, cool. Lovely. Let's hope nothing important happens where I ever need to hit X. Else I'm fucked. Oh my god, they're bleeding out! They are just dead. They were just dead. Kiri, you're a murderer. This is making life so much easier. Sir, how dare you? It's mine to do that, not you. That works too. Hello. So, how many people are there? All right, that works. Oh, it's Majima, of course it is. I thought it was Date. Kiryu-chan! Where are you? Here! Oh, good!
てっきり引き殺してしもうたかと思ったわ。ええから早乗れ。マジムズグレイ。Majima's the best. Majima is the best. And Jesus, that was like a half hour cutscene, basically. Maybe more. Wow.